僕も私もママもパパもみんな歯磨き大好き。おしゃれとエチケットは口元から。安心のデンタステッカーを探してね。あなたのホームデンティスト兵庫県歯科医師会。では中学女子100メートルハードル決勝進出の選手をご紹介していきたいと思います。2レーンが百合の木大の時本、3レーン白露の小西、4レーンが新井の佐藤琴音、5レーンが平野の江川典子、6レーンが学文の吉川真央、7レーンが本多門の吉村美咲、8レーンが小野の松永智子、9レーンが深津の平山亜美です。野口さん、はい、注目は7レーンの吉村ですね。昨年度、2年生で唯一全国大会に出場した経験があります。はい、実績のある選手です。7レーン吉村に注目です。ただこの決勝に残っている選手ほとんど予選では差がありませんでした。さあスタートを切っていきました。まず前に出たのは野口さん、どの選手でしょうか。平野の江川さんがいいですね。はい、平野の江川が前に来ています。吉村もいますが、そのまま江川が行くのか。江川が1着でゴールイン。いいタイムが出てます。タイムは14秒52、速報タイム14秒52です。1着が5レーンの江川、そして2着が7レーンの吉村、そして3着には8レーンの松永が入っています。松永はこの決勝進出者の中では唯一2年生ですが3位に入りました。さあ小島さん、このハードル競技、はい、各選手の動きどうご覧になりますか。いや本当に素晴らしいなと思っていて、はい、よく飛ぶなっておっしゃる先生がいらっしゃると思うんですけれども、本当にまたいでいってるなっていうところに、本当に今ちょっと見てて感心しましたね。なるほど。信近さん、はい、優勝インタビューですね。放送席、優勝しました江川典子選手です。優勝おめでとう。ありがとうございます。接戦制しました。どんな気持ちですか。とても嬉しいです。この決勝はどんなところに目標を持って走りましたか。まず自分の自己ベスト確実に出せるように頑張って走りました。今回出したこの14秒52記録としてはどうですか。全中央タイムを切れたので本当に嬉しいです。さあ中学校最後の年、どんな目標を持って走りますか。全中で決勝に残れるように頑張ってこれからも練習していきたいと思います。本当に優勝おめでとうございました。ありがとうございました。